群馬対青森、代々木、試合スタートです。はい、大塚選手、青森なんですね。もう青森出身と思えないぐらいのね、シュッとした感じしますけどね。ひどい言いようですけど、ね、青森出身者は、はい、まあ、いつも通りの展開って感じですかね、2人とも ね、 ね、はい、もう塚田もね、相手が誰であろうが自ら引き込むっていう選択肢はないですからね。今日だね、塚田の、ね、持ち味が十分出た試合でしたね。もう後藤のガードを、ね、もう粉砕しました、塚田一太郎。さあどうでしょうか、今この状態。1分経過。はい、1分経過。さあクローズドガードの大塚、インサイドガードの塚田、まずはガード割りたい、まずはガード割らないといけない。大塚選手はでも最初の試合だったんでからだいぶ経ってるんでね、休養もバッチリですからね。塚田選手はやや先ほどのオーバータイムから1試合とプラス5分くらいですかね、お休みいただいたんですけど、はい、大塚選手は非常にあのクローズドガードからの仕掛けがね得意な選手なんで。そうですね。さあデラヒバガード、左右ともにできる強みもありますからね。さあ十字狙いに行ったか。ちょっと息が荒くなってきたか塚田一太郎。今日塚田のね、無尽蔵のスタミナもね、ずっと攻め続けられるだけのスタミナありますからね。もう塚田もね、前回の KIT02 でオーバータイムでね、パスして勝ってますからね、はい、やっぱね、その後半に強い印象があります塚田一太郎。おっと、このスイープもいいですね。すごくあの基本が強い選手ですよね、大塚選手ね、本当に。やっぱね、もうこれが得意っていうんじゃなくて、全部できるっていうのが一番いいことですからね。オールラウンダーだと思います。はい、あ。モダンなテクニックもできますしね。はい、あ。下からの十字やフットロックなども得意としてるんで。塚田選手気抜けないですよね。そうですね。じゃあ塚田はね、もうやることがもう決まってますからね。もうガードを割ってパスするっていうね。さあ、しっかりね襟を深く握ってコントロールしてるんでね、相当塚田選手やりづらいと思いますね。まずは襟を切ってベースを取りたいところなんですけど、はい、これで半分ですね。4分経過。さあ4分経過。 KIT 楽しみにしてます。少数精鋭ですごい優秀なスタッフさん感謝です、ありがとうございます。少数精鋭5人だけでやっております、非常に少ない。本当はいっぱいスタッフ使いたいんですよ、私も。さあ残り3分半ですね。さあこのね、大塚デラヒーバーガードですよ。デラヒーバーフックを入れつつ袖を引きつけて、
ジラヒーバだ。あ、そしてシングレックス。さあ、ここからどうしますかね。さあ、上を取るのか、それともフットロックとかもありますからね。そうですね、これサボンリーですからね。さあ、深く入っていった。深く入れますね、これ。そうです、深く入れていくっていうことは、これはフットロックの可能性があるんじゃないですかね。そうですね、けど塚田もね、袖引いてますから。はい、残り3分ですね。さあ、ちょっと深く入ってますからね。はい、本戦残り3分です。そう、膝がちょっと深く入ってますよ。さあ、これは何かを狙っている感がある。さあ、そして、相手の上腕に足を巻きつけようとして、ラストですかね。残り2分半ですね。さあ、パパ頑張ってって言ってますよ。コメントも来てます。さあ、これはどうだ。さあ、どんどんこの足のね、これあれですね、足狙ってます、ね、その一本の足を巡る攻防です。あ、そしてこの華麗なるスイープ、素晴らしいですね。さあ、スイープをしてからの次ですね。さあ、塚田のガードポジション。さあ、塚田のガードはどうだ。さあ、塚田のガードですよ。塚田もデラヒバフック入れてますね。さあ、そしてデラヒバからのハーフガードに行きましたね。残り1分半ですね。はい、塚田ラストを作りましたね。はい、クラシカルなガードを作っていますね。あ、そしてオンプラッタだ。どうだ。おっと、オンプラッタだ。形になりました。さあ、そしてフットホールド、トーホールド、トーホールド、トーホールド。フットホールドですね。おお。で、その今の攻防で上を取りましたね。素晴らしいですね。今の動きはまさにね、チームメイト主者のオモプラッタからのね、スイープ、そしてトーホールド。さあ、残り1分です。見せますね、塚田。ここまで本当互角の展開ですね。本当、はい、あわやの場面を作りました、塚田。はい、さあ、ね、残り40ですね。ここで狙いに行くのか、延長戦を考えるのかというところですね。さあ、残り時間はラスト30秒。はい、ラスト30秒です。先ほどね、トーホールのアタックは良かったんじゃないですか。良かったですね。非常に印象は良かったと思います。はい、あと10秒。さあ、どうだ。はい、タイムアップ、ゴールデンスコアの延長戦に突入ですね。さあ、これね、どう、本当に先にポイントを取った方が勝利ですよ。はい、4分間、このね、最初のね、立ち合いですよ。引き込み、テイクダウン、ここのね、がっぷり4つ、そこの駆け引きもありますね。さあ、大塚にとってここはね、初めてのね、変則ルールですからね。さあ、引き込んでいった、そこパスだ。あ、やっぱこういう際のね、勝負がやっぱり見どころですよね。さあ、でも大塚選手が、まあ、比較的形を作りましたかね。さあ、けどお互いここはね、得意な形と言っていいんじゃないでしょうか。う、ね、ま、トップの塚田、ガードの大塚、完全に自分の形に、ね、お互いまだ入ってないんで、はい、ここからどういうふうに。さあ、そしてハーフガード、あ、おっと、これは先ほどね、そうですね、やや塚田選手の方が優位、後藤を捉えたこのパスガードですよ。時間的にはね、非常にね、もう残り3分ってところなんでね。そうなんですよ。さあ、戻しましたね。
こういうとこはさすがですよね。やっぱりワンアクションでね、あそこまで作れますからね、お互いに。鋭いナイフを持った一撃が刺さるかどうかっていう緊張感ですよね。高田選手本当緩急の使い方がうまいですよね。そうですね、はい、ここの部分。さあこの、さあこれどうでしょうか。デラヒバフットフォロックからのスイープもありますよ。これひっくり返ってるそこで終わりですからね。決められても終わり、ひっくり返っても終わり。そうですね、塚田選手お尻ついちゃうとちょっと厳しいですね。さあこれね、お尻だけはつついてない形なんで。さあこれはどうだ。さあ立ち上がった塚田、ここから一気にね持っていきたいところ、持たれたところは切っていく。さあまた持たれたところは切っていく。あ、そしてベリンボーロだ。さあベリンボールどうだ。おっと、これ逆に、そう、ここ今形になっちゃいましたね。そうです、今ここね、膝の抜きどころがここか。塚田選手は相手の上半身フラットにさせたいところですけど、あ、これちょっと、さあここはもう、さあこれ塚田選手いい形になりましたね。ラスト1分ですね。さあ大きく息を切らしている塚田。さあラスト40秒ですね。さあどうだ、ここはどうだ。これはね、お互い何らかいい形をね見せたいとこなんですけどね、どうでしょう。30秒切りましたよ。はい、ラスト20ですね。さあ残り12秒。3、2、1。はい、タイムアップ、レフリー判定。さあ緊迫した試合、このレフリー判定。さあどちらに軍配が上がるか。北出拓也、KIT メリンレフリー。おっそー、塚田一太郎が接戦を制した。いや今日絶対勝ちたかったんで、最後本当にこんな感じでしたけど、勝ちました。なんかこんな痛いですね、今こんな痛いです。明日おめでとうございました。なんか腫れてます。